それではナノです。アキュロール3を投球します。それではナノです。アキュロール3を投球したコメントいたします。ナノですシリーズの最大の特徴は他メーカーにはないカバーストック樹脂です。今回そのカバーストック樹脂をさらに改良し、柔軟性が増し、摩擦係数が 11.4% も向上させることに成功しました。従いましてポリッシュ状態でもオイル状で空滑りすることなく、しっかりとバックエンドでグリップするのが今回のアキュロール3の特徴です。累計販売個数8万個達成という特別なシリーズで、今回1000名の方に特製のジャンバーがついてくるのも見逃せません。ぜひ皆様もアキュロール3をお試しください。